土木のラジオ。皆さん、土木好きですか？ピンとこないななんて思ってらっしゃいません？でもね、土木は思っているよりとても私たちの身近にあるものなのです。この番組では土木関係者や土木好きの方をゲストにお迎えし、中央区を中心に東京のインフラに関する旬な話題や土木の魅力を分かりやすく、そして熱く語っていただきます。皆さんに少しでも土木に興味を持っていただき、身近に感じてもらうきっかけとなるような情報を発信していきます。土木のラジオ、ドボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、清水建設、三井住友建設、理工図書の提供でお送りいたします。さあ、今週もドボラジの時間がやってきました。今回のドボラジ、ナビゲーターは私、ジュミと赤井ゆきでお送りします。はい、ゆきさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、なんかいいことあったんですって？そうなんですよね。どうしたの？この4月に上の子がここに入学しました。ありがとうございます。ちょっと子供さんが大人に一歩近づいた感じがしますよ ね、下の子も同時に中学校に、あら、そうなの、上がったので、はい、頑張って働きます。うわ、頑張るお母さんですね。いや、もう楽しみ、頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。ではゲストの方をお迎えしてのトーク、始めていきましょう。今回のテーマ、建設現場の生産性向上の取り組みについてお話を伺うゲストの方は、宮地健介さんと倉重美希夫さんです。宮地さん、倉重さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速なんですが、ゲストの宮地さんと倉重さん、それぞれにですね、プロフィールを教えていただいてよろしいでしょうか。では宮地さんから。はい、私はですね、ネクスコ中日本秦野工事事務所松田工事区の工事長で、神奈川県内の松田町駅、それから山北町駅の新東名の建設工事を今担当しています。入社して最初の配属はですね、道路の維持管理部門ということで、そこからですね、4社の工事であったりとか、耐震補強工事であったりとか、橋梁補強工事ということで、主に保全の部門であったりとか、あと、その後工事発注にかかるルールを作るような部署に所属していたということで、現在の職場はですね、昨年の7月から、配属して、川西工事のほかに4件の工事を今担当しているところです。はあ、ネクスコ中日本さんの CM はよく拝見しております。ありがとうございます。さあ、それでは倉重さん、お願いいたします。はい、清水建設株式会社土木東京支店横浜土木営業所に所属しております、倉重です。本日はよろしくお願いします。お願いします。入社して最初にですね、山岳トンネルを専門とする本社技術部に配属となりました。その後、栃木県、福島県、秋田県、山梨県といった山岳のトンネルの工事を工事の現場を担当してきました。トンネルを掘りますと土砂が発生しますので、その土砂を盛り土する土工事を担当するようになりまして、山梨県ではですね、高速道路のインターチェンジを建設する工事を担当しました。現在は宮地さんの担当工事区であります神奈川県の新東名高速道路川西工事の管理技術者として工事を進めております。なるほど。宮地さんとそれから倉重さんは全く今まで違うお仕事というか、違う企業さんでいらっしゃるんですけども、ここに接点があったわけですね。そうですね、結構いろいろと話し合ったりとかなさるんですか？そうですね、飲みに行っちゃったりとかもしますか？飲みに行けないですね。行けないですね。本当ですよね。いや、もう早くそうやって腹を割っていろんなことがね、相談できるようになると本当いいですよね。そうですね、楽しみです。さあ、そんなお二人に伺いたいんですけど、まず最初はラジオの思い出です。これ宮地さん、いかがですか？私ですね、子供の頃は結構親と軽トラでこう出かけることが多くて、そうすると結構ラジオを聞く場面があってですね、でよくラジオがこう音楽を聴いてるっていう、そんなイメージがあるんですよ。でただですね、親も高校野球なんか結構好き で春と夏の時期ですね、もう常にこう高校野球が流れてる、でそれ以外も音楽流れてるみたいなことがあって、で、車の中でこの高校野球聴きながら親父と一緒にこうなんか野球の話したりとかですね、こんなことが記憶に残ってます。素敵な思い出が
があるんですね、ラジオとのね。ありがとうございます。さあ倉重さんいかがですか。はい、私は秋田でトンネル工事を進めているときに、うん、東日本大震災がちょうど起きまして、その時ですね、地域全体が停電して、もう全部電気使えなくてテレビも見えなかったので、ラジオから地震の情報とか生活に関する情報を、得ましてですね、その時大変お世話になりました。でしたか。なかなかこうね、目に見えないものですから、遠くのことって、それがラジオから流れてきた時ってやっぱりちょっとどう思われました？いや本当に何が起こってるのかなっていうのを知る手段がもうラジオだったので、非常に、言葉ですけど頭の中では映像が映っているような、そんな感じでしたね。なるほどね。そうですよね、ラジオの存在っていうのはね。そうですね。さあそんなお二人からいろいろお話を伺っていくんですけども、じゃあここからゆきさんお願いしますよ。はい、はい、ですね、今日は建設現場の生産性向上の取り組みということをテーマにですね、お二人からお話を聞いていきたいと思うんですが、まずお二人が携わっていらっしゃいます新東名高速道路の川西工事について教えていただけますでしょうか。はい、川西工事はですね、神奈川県内の山北町内の新東名を建設している工事になります。で非常に規模が大きい工事でして、トンネルを掘ったりとか、320万って言ってもなかなかこう皆さん想像できないと思うので、例えば東京ドーム2.5杯分ぐらいですかね。もうとてつもない量の土をですね、盛り上げたり、それから80万ということで結構山を削ったりですね、橋を作ったりということで非常にこう規模の大きい工事をやっていってます。でこの工事の中でですね、特に特徴としては非常に広い場所で土を盛り上げてるっていうことで、東京ドームでいうと6面分ぐらいがこう収まるぐらいの場所に土を盛るってことで、さっき2.5杯分って言いましたけど、2.5杯分で広さでいうと6面分ぐらいの大きさっていうことで、すごく大きな場所に土を盛るっていうことが工事の特徴として上がってます。これ日が落ちてきたらもう絶対迷子になるパターンなんですけど帰れないですね。帰れないですよね。すごいですね。はい、ですので、こういったこう非常にところで作業するので、やっぱりそのうまく施工をしていかないと、なかなかこう仕事がうまく進まないっていうことになるので、その辺をどうやってこ うまく、こう中の通路をどこに置くんだとか、どこから土を形にしていくんだとかですね、こんなことをうまく考えないと工事がうまく進まないっていうのが結構課題としてあってですね。でさらにこの持ってくる土っていうのも、その土木の現場では結構その土っていうのも非常に重要で、いろいろなその場所によって土の種類っていうのは違うんですね。なるほど。そうするとその種類が違うと、やっぱりその施工のやり方っていうのも変えなければうまく同じようなものが出来上がってこないので、そういったものも管理しなきゃいけないっていうのが課題があるってことですね。土のプロにもならなきゃいけないし、それから計画を立てなきゃいけないということで、その計画性も全部緻密に、ものすごい大変なお仕事ですね。はい、ねえ、はあ、でそんな中ではどんなものを利用して、ヘルプという形でですね、その仕事を手伝ってもらったりとか助けてもらったりするなんか機能とか道具とかってあるんですか。はい、それがですね、今国の方なんかで盛んに言われている ICT っていうことで、情報通信技術、これこんな硬い言葉で言うとなかなか分かりづらいと思うんですけど、皆さんよくスマホで地図なんか見られると思うんですけど、あれってスマホで位置情報が分かって、で地図の中に落とし込めて、自分がどこにいるかって分かりますよね。分かりますね。あれを工事の現場でもうまく使っていこうっていうようなことですね。簡単に言うとそういったものをうまく使って仕事が効率的にできないかっていうことで、今回川西工事では取り組みを行ったっ、ね、それは人工衛星から情報をもらってることですか。そうですね。はもう空まで宇宙まで関わってる話ですよ。これはすごいですね。ICT ちょっと覚えておきましょう ね、 入れます、はい、さあそしてその ICT を導入した上でさらにはですね、その ICT っていうものをうまく使うってことで、その情報通信技術を使うと3次元のデータってことで、その地図上の平面的な位置だけではなくて、高さも分かるようになってくるので、いわゆる3次元って言われるものの情報が取ることができるので、それをうまく使って現場の施工であったりとか、そういうのができないかということで、土木の業界用語で言うとビムシムってことで、そういう言葉を3次元をうまく使うっていうことを言ってやってるんですけれども、そういった部分もどんどん取り組みを今回やっていこうということで、川西工事でさまざまな取り組みをやっているってことですね。なるほど。ビムシムというね、BIMCIM、 はい、
覚えておきましょうね、これも。ちょっとつぶっちゃったりして。そうですね、嬉しいんですけど、ミムシム。押さえておきましょう。押さえておきましょう。なるほど、最先端ってことなんですね。はい、なるほど。今お聞きした ICT を全面的に活用することによる効果として、特に3つのポイントがあるというふうにお聞きしたんですが、このあたりを詳しく教えていただけますか。はい、はい、一つ目のポイントはですね、先ほど申し上げたような3次元のデータを取ってそれをうまく活用するってことですね。で、高速道路作ったりするときにはまず測量します。で、現地の大きさがどのぐらいなんだとか高さがどうなんだってことですね。で、その取ったデータをもとに次に今度設計をします。で、その後に今度具体的に施工に入る。で、施工している最中には現場がきちっと出来上がっているかどうか確認する、検査するっていうこともやってます。で、まあ、これは一般的な高速道路を作ることになりますけど、我々NEXCO中日本はその後高速道路をまた維持管理しなきゃいけないということで、作るだけではなくてまた維持管理っていうこともしなきゃいけないということで、これまではそれぞれ の, そのプロセスっていうのを主に紙でやったりとか、はい、2次元でやってたっていうことで、まあ、要は それぞれ別の人がやったものを誰かがまた転記するっていうようなことをするので、やっぱり手間がかかったりとか人間がやるのに間違いがやっぱりあったりするっていうことがあったってことですね。で、そういうものを一貫して3次元のデータでうまくやっていけば効率的になるということで、今回は設計だったり測量だったり施工であったりところを効率的に3次元データ使いましょうっていうことをやったってことですね。画期的に飛躍的に作業が良くなったり便利になったってことなんですね。そうですね、時間とかもだいぶこう短縮。そうですね、はい、時間であったり人であったりってことですね。それが、まあ、2つ目のポイントになってくる部分なんですけれども、やっぱりその辺の次にこの現場の管理の効率化ってことですね。はい、先ほど言ったようにその3次元のデータを使って設計するってことで、それで位置であったり高さであったりっていうのも3次元のデータでも絵が出来上がってますので、それを使って今度現地の施工するっていうことになります。で、これまでは2次元だったので、20メーター間隔ぐらいでしか現場の図面っていうのはなかったりしたところがあって、どうしてもその間が空いちゃうんですね。はいはい、そうするとその間の部分っていうのは実際に施工しながら現地に入って確認しながら高さがどうだとか形がどうだっていうことをやっているので、そこでやっぱり手戻りが多少あったりとかですね、するってことがあったんですが、3次元のデータはそういう間隔が20メーターではなくて、もっと何センチとかっていう単位で隙間取れるので、もう滑らかな曲線が全てこう表現されてくるので、はい、そういった手戻りがないってことですね。はあ、はい、なるほどね。で、またはい、その3次元のデータを取るのもですね、最近皆さんよく耳にされるかもしれませんけど、ドローン、いわゆるドローンですね、ドローンにそういった測量のレーザー測量をするような機械を取り付けて飛ばすだけでですね、測量作業ができるってことなんですね。そうすると今まではその測量の機械装置みたいなものを持って、じゃあ2人1組でとか3人1組でみたいな形で現場でこう走り回っていたようなことが、ドローンであればもう1人でできる。で、場合によっちゃその女性でもできるってことなんですね。ですので、そういった部分でいうとかなり効率化ができているのかなというふうに思います。なるほど。さあ、今2つ目までのですね、ポイントを教えていただいたんですけども、ちょっとここで1回ブレイクとして、3つ目のポイントからまたちょっと後半にお話を伺っていきましょうか。はい、ちょっとここで CM です。ねえ、あなたの会社建設技術研究所って何してるの？ん？土木だよ。土木って道路工事みたいなあれでしょ？俺の会社さ、工事はやらないんだよな。何それ？建設技術研究所はね、みんなの暮らしを技術で支えるインフラの専門家集団なんだ。暮らしの中で当たり前になっている水、電気、ガス、道路、交通機関などを作り、また人々の暮らしを災害から守り、日々支えているのが土木です。あなたの暮らしの身近にある土木について一緒に考えてみませんか？土木学会はみんなの暮らしを支える技術者の集まりです。土木のラジオ、土ボラジ。今日のゲストは宮地健介さんと倉重幹雄さんをお迎えして、建設現場の生産性向上の取り組みをテーマにお話を伺っています。引
き続き宮地さん、倉重さん、そしてゆきさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。前半ではICT を前面に活用することによる効果のポイントの2つ目までお聞きしたんですが、残り3つ目もお聞きしてよろしいでしょうか。はい、3つ目のポイントはですね、安全面の向上ってことですね。建設現場ってすごくこう大きな重機がうろうろしてて作業してます。でその隣で当然人も作業してるんですね、うん、そうするとその重機とですね人がぶつかっちゃったりするっていうことがあって、非常に危険なところで皆さん作業してるんですね、ですのでそういった部分で先ほど申し上げたドローンなんかをうまく使えばですね、うん、そういう重機のそばで測量したりですねすることがなくなるってことなんですね。なるほどね。ここでドローンが登場しました。そうですね、すごいハイテクだなとも思うんですけれども、うんうん、さあそれでは、ICT をですねフル活用するために通常の現場とは違って専門集団が活躍するサイバーチームっていうのを組織されているとお聞きしたんですが、ちょっとこれなんかワクワクするネーミングなんですけど、いいです ね、 ね、このあたりについてちょっと教えていただけますか。はい、その怪しげな聞き方は何ですか。そうですねさあぜひ倉重さんからお願いしましょう。はい、宮地さん説明されました3次元を活用するっていうことには、まあ、それなり技術が必要になります。はい、現場では工事を担当する職員とは別にですね専門職員で構成される ICTDX グループっていうのを組織しております。でそこでですねこのグループはドローンで測量したり ICT の施工したり遠隔臨場とか遠隔巡回とか、まあ、こういった現場での ICT 活用をフォローするとともに、まあ、発注者の皆さんと取り組み内容を打ち合わせしたりしております。なるほどね。でさらにですね、はい、本社の ICT ビムシム推進部署とかあと技術研究所、さらには建設会社や、まあ、IT 企業とともにですねサイバーチームというのを構成しております。でサイバーチームの活動によって現場で活用する ICT をですね即座に現場に実装できるようになりました。なんかサイバーチームに加わりたいと思ってませんか、ゆきさん。私アナログ人間の無人だなきっとでも現場ではどうなんでしょうか、現場の技術的なやり取り。はい、そうですね、はい、まあ、サイバーチームが活動することによって要は清水建設とか、まあ、発注者さんだけでなくてですね、まあ、協力業者いろんな皆さん協力業者の方々が働いてるんですけど、うん、まあ、そういった横のコミュニケーションが、まあ、容易になってですね、まあ、測量とか設計とか施工検査などのですね建設のですね生産プロセスの各段階で、まあ、3次元データをですねスムーズに活用できるようになりました。なるほど、そこでその意思疎通もスムーズになって、しかも時間も短縮できてるってことですか。そうですね。なるほどね。それではここからは具体的な ICT 活用の事例を教えていただきたいと思います。倉重さんお願いできますか。はい、掘削した土砂、まあ、土はですね離れた場所へ、まあ、運搬するんですけれども、うん、まあ、東名高速道路の上下線とか、まあ、狭い空間があります現場には、まあ、そういったところにですねベルトコンベアの設備を設置する工事を、まあ、行いました。で従来だとですね、まあ、2次元の図面ですね、うん、2次元の図面を活用しながらですね施工をするための検討っていうのをしていくんですけども、やはり施工を経験したことのない若い人とか、うん、まあ、そういった過去施工したことない人はやっぱりどうしてもどんなことをするのかっていうのがイメージできないと。なるほど。そういった人たちって打ち合わせしてもですねやっぱり安全のリスクを抽出できない、うん、まあ、そういった漏れが発生すると、はい、ただ実際その3次元で検討することによってやっぱり実際のものをイメージできるので、いろいろなことの気づきが発生する、まあ、そういった技術を活用して検討を進めてまいりました。はあ、さっき宮地さんおっしゃっていただいたようにその危険な場所に人が立ち入らなくてももうイメージできて、はい、ということができるようになったってことですね、今現場で。はい、すごいですね。安全やっぱり第一ですから ね、 ね。さあそしてその、まあ、だとすると体験するのにイメージするのにその VR とかっていうのも今流行ってますけども、流行ってるという言い方も変ですが、はい、VR なんかも活用されてるわけですね。そうですね、うん、まあ、現場でですね現場の状況をですね、まあ、地上式のレーザースキャナーって言って、はい、現場状況をスキャンするんです。
そうしますとですね、あの天群データって言って、あの座標情報を持った点の集まりなんですけど、はい、まあ、そういったものを何万点って取得して、はい、現地の大きさをそのままあのデータとしてあの取得できます、はあ、まあ、そういったデータを活用して3次元のモデルを作成していきます。はあ、これはちょっとあの私の昭和の頭ではなかなか何をやったらそれが出来上がるのかわからないこれはでも倉敷さんも宮司さんも使いこなしてらっしゃるわけですよね。まあ、そうですね、現場でそういうふうに使いこなして。すごいな。で、はい、今あの現場であのスキャンしたこの3次元空間の中にですね、実際に使用する220トンのクレーンなんかも、うん、あのモデル化しまして、はあ、実際の大きさをそのまま入れていきます、はい、そうするとですね、クレーンを旋回したり、うん、あのブームを伸ばしたりとかっていうのが、そういう3次元空間の中で検討することができるようになってます。なるほど、ここで U ターンできるぞみたいな感じもあるんです ね。ここの場所だったらここまでブームを伸ばせるぞとか、うん、はいはいはい、すごいですね。ちょっとなんか 夢のような夢のような場面ですよ。本当に未来ですね、未来。そう、そしてここにも来ている。いや、そう、そしてその遠隔という意味で言うと、うんうん、その遠隔についての精度も非常に高いってことですね。もうそうですね、はい、今あの構築した、まあ、シミュレーションになるんですけど、はい、あの遠隔で参加できる VR システムというのがありまして、はい、要はあの打ち合わせをするのに、離れた場所から皆さんあの在宅だったり、在宅、あの会社の事務所のデスクからだったり、まあそういったところからですね、その3次元の空間の中にみんなで入り込むことができるんですよ。すごい、すごい、まるでちょっと、そう、じゃああれですか、宮司さんもたまにあの在宅の中でそこに加わったりするんですか。在宅ではないですけど、はい、そういうこともあります。面白すぎるですね。ちょっと私たち紛れ込んでいいでしょうか。入ってみたい、ね、ちなみにこうネズミさんみたいな感じでこっそり、そうそう、そんなことができちゃうんですか。そうですね、で遠隔で入る人たちはみんなで自分のアバター作って、あ、はい、アバターで、そうですね、なるほど、でそれで入り込んで、はい、で実際にあの現場で作業する前にこういった作業をしますっていうのを、うん、みんながあの事務所とか会議室に集まって打ち合わせしなくても、うん、本当に実物と同じものをこの VR 空間の中で、はい、あの体験できる、でそのそうすることによって手順を確認したり、安全のリスクがあるかっていうのを、うん、抽出するっていう、共有できるってことですね。そうです、だからこれコロナ禍であろうとなかろうと、はい、もうだから確立された技術なわけですから、はい、今コロナでも全く問題ないってことですね。あ、問題はないです、ね、むしろあのそういったところはコロナの、うん、コロナによって非常に、はい、あの発展してるっていうかということですね、はい、工期も遅れずに進むことができるってこと、すごすぎる、すごいですね、はい、では倉重さん、他にもこれはというですね活用事例何か教えていただけますか。はい、あの川西工事はあの隣接の工事からあの土が搬入されます、まあ、ダンプトラックにですねあの同一のですね運行管理システムというのを導入しています。このシステムは発注者からあの導入指示されております。ダンプのですねリアルタイムなモニタリングを行いまして、運搬台数管理だったり盛り土材料の管理だったりっていうのを一括管理しています。でこのシステムではあのダンプの運転手さんが、まあ、速度超過した場合とか急発進とか急停車ルート逸脱なんかもあのモニタリングすることができます。毎月ですねそれら の, あの検出回数が少なかった運転手さんに、まあ、川西工事ではですね、まあ、安全に丁寧に運転したっていうことで表彰してます。まあ、そうすることによって、まあ、あの全てのダンプの運転手さんが、まあ、自然と、まあ、安全運転を意識するような安全対策として、まあ、取り組んでおります。すごい、ちょっとこれから新東名通るときめちゃめちゃ自慢したくなります、ね、ここでそんな管理が行われた工事だったんだよって聞いたんだよって、ね、言いたいですね。ではこれまでお話を伺ってきまして、お二人が携わっていらっしゃいます川西工事は、まあ、最先端、本当に最先端の現場であることが分かったんですが、はい、まあ、今後ですね建設現場っていうのは
どうやってこれからさらに進化していくんでしょうか。宮地さんお願いします。ICT 技術ってことですけれども、皆さん一般的にそのスマホだったりとか、はい、テレビだったりとかってこうどん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 毎年毎年こう新しいのが出てどんどん良くなってますよね、もう建設現場もやっぱりそれと同じにならなきゃいけないんだろうっていうふうに僕は思ってるんですね、そうしないとやっぱりいつまでたっても変われないってことなので、やっぱり進化していかなきゃいかんってことだと思うんです。でそれはやっぱりその大きなこう視点で言うと、やっぱりその労働人口の減少であったりとか、少子高齢化みたいなことがやっぱあったりしますんで、そういったところの中でに対応していこうと思うと、今言ったようなその新しい技術をどんどんと取り込んで、効率的にして、で働き方も変えていく、で結果どん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 こう仕事ができるっていうことになると思うので、そういうところにつなげていくのかなと思ってます。なるほどね。その ICT 技術をいい形で私たちは取り込んで、とにかく安全第一だけれども、さらにその上にいろんな技術を積み上げていくっていうことで、未来がずっと私たち守っていってもらえるんだなっていうことを安心できるわけですよね。そうですね。いや本当に素晴らしいですね。いや日本の土木ってやっぱりすごいなって思いました。さあそれでは最後にお二人に伺いたいと思います。お二人にとってそれぞれ土木とはいかがでしょう。じゃあ宮地さんからお願いします。はい、私はですね、土木ってその、よく道路だったりとか、鉄道だったり河川だったり港湾だったり、いろんな分野はあるんですけれども、やっぱこれって日常生活皆さんしていく中で必要不可欠なものだと思っています。でこれってやっぱなくならないんですよね、だとするとやっぱこういうものって必ず作らなきゃいけないし、作ったら作ったで当然維持していかなきゃいけないっていうことなので、そういったものをどうするのかって考えていくっていうのが土木なんだろうなっていうふうに僕は思ってます。なるほど、ありがとうございます。さあそれでは倉重さんいかがでしょうか。はい、土木とはということで、社会基盤を整備するために、とっても重要な役割を演じていると考えています。最近はですね、 ICT 活用とか、DX という言葉の通りですね、情報通信技術などのですね、土木分野以外の専門家の皆さんと一緒になってですね、ものづくりを進めています。これまでのですね、建設業が変革しつつあるななんていうのを実感しています。そんな中で、将来土木の未来はですね、私が子どもの頃見ていたドラえもんのような、ロボットと一緒に仕事をして物を作っていく時代っていうのが本当に来るのではないかななんていうのを、やっと想像できるようになってきたかなっていう状態です。なるほど、ありがとうございます。私たちもしっかりついていきましょう ね、 そうですね、この時代の変化に、置いてかれないように置いてかれないように頑張りたいと思います。いや宮地さん、倉重さん、本当にありがとうございました。いや、やっぱり土木って面白いですね。それでは最後に全員の掛け声で締めたいと思います。いきますよ。ドボラジ終了よし。ドボラジ終了よし。今回のドボラジいかがだったでしょうか。次回はドボラジメンバーによるドボラジ3年目を振り返るをテーマにお話をしていきたいと思います。番組へのご意見ご感想はボイスアットマーク FM840.jp までお寄せください。また番組ホームページや YouTube に収録時の様子をアップしています。こちらもチェックしてみてくださいね。土木のラジオドボラジ、この番組は土木学会、建設技術研究所、清水建設、三井住友建設、リコート所の提供でお送りしました。それでは来週も土木のラジオドボラジでお会いしましょう。